ににくんんんのの日本語ラジオなさんこんにちははですす今回は久しぶりりリスニング練習用の動画となります最近は割とね、えー、日本語学習のコツだったり日本語キーボードの使い方のような日本語学習に対するモチベーションを高めてもらうような内容だったんですけれども今日はね、えー、日本語にたくさん触れてもらって、えー、皆さんのリスニング力を伸ばしたいと思いまして。 ここのラジオをすることにしましまた今回からですねより自然な日本語に触れてもらいたいと思ったのでできるだけカットを少なくすることにしましたなので例えば「えー、だったり「うーん、あのー、みたいなねつなぎ言葉っていうことをたくさんね聞くことになると思います なのでね今日はねカジュアルに、えー、ゆったりとした気分で聞いてもらえたらと思っています例えばね通勤中だったりこの料理をしながらとかお風呂に入りながらとかそういったのんびりとした状態で聞いてもらえたらと思っていますはいということでね、えー、もう7月になったということで日本は本格的に夏が始まります 例年だとこの時期は梅雨のシーズンで毎日のように雨が降っていてちょっと憂鬱になるんですけれどもなんと今年はですねもう梅雨のシーズンが終わりました、うん、いつもよりね20日20日ぐらい早くこの梅雨のシーズンが明けたんですね僕はすごく嬉しいですやっぱりね朝起きた時にこのカーテンを開けて雨が降っていると うってね、ちょっと気持ちがね、落ちてしまうんですけれども、やっぱりね、この日差しがバッて入ってきた時は、すごく気持ちが爽やかになって、清々しい気持ちで一日に臨めるので、この梅雨が早く終わってくれて、僕はとても嬉しいです。うん。ってことでね、今日も元気いっぱいに皆さんとお話をできればと思っています。ではね、いきなり質問なんですけれども、皆さんの国では、 飲み物を買うとき、どこで一番買うことが多いですかスーパー、コンビニ、カフェ、そういったところですかね。日本でもそういったところが一般的なんですけれども、日本にはもう一つ、えー、有名な一般的なサービスがあります。それが今回のテーマであります、自動販売機です。日本の夏はね、暑いだけじゃなくて湿気もすごいんですよ。 なので、でたくさんん汗をかいいて、てすすぐに喉が渇いてしまうんですね。今日本にいる人もこれから日本に来たいって思っている人もこの夏にもし来ることになれば日本の自動販売機をたくさん使うことになるかと思うので今日はね簡単に一緒に勉強できたらと思っています本題に入る前に自動販売機って 長いし誰も言わないんですよね。みんな自販機っていう短縮語を使うので、ここからは自販機って言っていこうと思います。ではまずはじめに。なんで日本って自販機で有名なんでしょうかそれは自販機の数、便利さ、あとはユニークな商品のラインナップが大きな要因になっているかと思います。まずはね、自販機の数ですが、 どれくらいいあると思いますかなんと490万台もあるんですよ。と言ってもちょっと想像が難しいですよね。これならどうでしょう30人につき1台の自販機があります例えば皆さんの学校のクラスの人数は大体30人くらいだったんじゃないでしょうかね。僕の場合だと小学校、中学校、高校どれもが。 そうですね、だいたい30人くらいの人数だったので、うん、1クラスにつき1台の自販機があるって考えるとこれすごく多いんだろうなって思いますじゃあ何でこんなに多いのかっていうところなんですけれども一番の理由としては日本の治安がいいいからと言われています。自販機はですね都会だけじゃなくて田舎にもあるんですよ田舎の自販機なんかはポツンと寂しく 設置されていることが多いです。そこで治安が悪かったらどうなると思いますかね。うん。泥棒が出てきてもおかしくないんですね。自販機の中っていうのは飲み物でいっぱいで、盗めば大量の資産が手に入ります。でも日本ではそれが起こらないんですね。治安がいいからですね。うん。ただね、いくら治安が良かったとしても、自販機自体に人気がないと、 そこまで大量に設置はされないですよね。なので、ここからは自販機の良さについて少しお話をします。では、まず一つ目。冷たい、あったかい飲み物があるところです。何を言ってるんだって思いますよね。はい。この冷たいっていうのはですね、冷たいの意味で、あったかいっていうのはこのあったかいの意味のものです。 ほとんどの自販機では、冷たい、あったかいじゃなくて、こういうふうに伸ばし棒が入れられてるんですよ。冷たーい、あったかーいって。うん。これなんでかというと、これね、調べるまで考えたこともなかったんですけれども、この冷たーい、あったかーいの伸ばし棒を入れることで、 ちょっとフレンドリーな印象を与えることができるっていうのと、この冷たさと温かさを強調するために使われているそうです。面白いですね。で、えー、日本の自販機のいいところに話を戻しますが、この2つの冷たい飲み物、温かい飲み物の2つが用意されているっていうところが、この日本の自販機を魅力的にしている1つの要因ですね。 これちょっとね、話が逸れるんですけれども、日本語のコツとして少しお話をしますね。このあったかーいっていうのは、あたたかいから来ています。ただ、あたたかいっていうのはすごく言いにくいんですよ。日本人でもちょっと言いにくいことがあって、あたたく、みたいな、あたく、みたいな噛んじゃうんですね。ただ、あったかいはすごく言いやすいんですよ。あったかい。うん。っていうふうに、 言えば、えー、噛むことがないですし、えー、自然な言い回しになるのでもっと、ね、ネイティブっぽく聞こえるようになりますなので皆さんもねこの「温かいに」に、えー、もし苦戦しているようであれば是非この「あったかい」を言ってみてくださいすごく自然に聞こえますはいでねちょっと少し話がそれましたが2二つ目の自販機のいいところを説明します2つ目は 日本の自販機はとにかく便利なんですね。さっきも言った通り、日本の自販機どこにでもあります。田舎にももちろんありますね。で、ちょっとさっきね、調べてみたんですよ。僕が今大阪に住んでるんですけれども、家の外を出て、ちょっと5分ぐらい外を歩いてみました。そしたらね、自販機もう5個もあって、びっくりですね。本当にこんなにあるんだって改めて思いました。 っていうところですね。どこにでもあるっていうところと、あとは24時間営業ですね。24時間いつでも買うことができるので、例えばね、夜遅くなって何か飲み物を買いたいなって思った時でも、いつでもね、自販機であれば買うことができるっていうところも一つのメリットですね。24時間営業だったらコンビニでもいいんじゃないって思う方もね、いらっしゃるかと思うんですけれども、 コンビニはね、最近実は24時間やってないところも結構多いんですよ。えー、12時に閉まってしまったりっていうようなコンビニもたくさんあるので、うん。その点ね、喉乾いたからコンビニに飲み物買いに行こうっていう時に行ったとしても開いてなかったりしますね。一方の自販機だと、こういった閉まってるってことは絶対にないので、安心して飲み物を買いに行くことができます。あとはね、細かい。 ことなんですけれども、ゴミ箱が近くに置かれていたりとか、なので、すぐに捨てられる。っていう点であったりえ、自販機はとにかく混むことがないので、えすぐに欲しい飲み物がゲットできます、うん。なので、急いでいる時とかっていうのはすごく便利ですね、まあ。一つ悪い点を挙げるとすると、自販機の飲み物はね、少し高いんですよ。うん スーパー、コンビニ、自販機の順番で高くなるので、財布と相談しながら使うことをお勧めします。はい。ではね、もう一つの自販機の特徴として、ユニークな飲み物と食べ物があるということです。アイスクリーム、ラーメン、ハンバーガー、ピザー、寿司、カロリーメイトっていうスナックですね。パン、 チョコレート、おつまみなどですね。ビールなんかも買うことができます。あとはですね、スーパー銭湯っていうちょっと大きめの、えー、銭湯屋さんなんかに行くと、お風呂上がりに飲むこの牛乳、コーヒー牛乳っていうのもあったりします。これめちゃくちゃ美味しいんで、もしよかったらね、皆さんも銭湯に行った後ぜひ飲んでみてください。すごく美味しいです。で、僕はね、個人的にハンバーガーを食べたことがあるんですけれども、味はね、 うん、まあまあです、うん。マクドナルドの方が僕は個人的に好きですね。個人的にはね、うん。皆さんもね、もし試したことがあれば感想を教えてください。ピザも食べたことがあるんですよ。ピザはね、美味しかったですね。その自販機のものがたまたま美味しかっただけかもしれないんですけれども、うん、なかなかピザは美味しかったです。まあね、こういったものは味も大切なんですけれども、 この経験っていうのを楽しむことの方が大切だと思うので、皆さんもね、もし、こういったレアな自販機を見つけた時は、ぜひトライしてみてください。ただ、味は保証できません。最後にですね、皆さんにおすすめしたい自販機の飲み物があります。しじみ汁。これは救世主ですね。しじみ汁っていうのは、 味噌汁の中に、シジミっていう貝が入っているお味噌汁なんですけれども、これがね、えー、お酒の後に、お酒をいっぱい飲んだ後に飲むとすごくいいんですよ。何がいいかっていうと、このシジミの中に入っている成分が、えー、お酒のアルコールを分解することを助けてくれて、この翌日ですね、二日いになりにくいっていうところで、僕はこれをいつも、 お酒をいっぱい飲んだ後は飲むようにしています。まあね、飲んだところで二日用にはなるんですけれども、ちょっとはマシになってるんですよね。皆さんもベロベロになるまで飲んだ時は、ぜひね、えー、自販機でこのしじみ汁を見つけて飲んでみてください。しじみ汁の大ファンになることだと思いますよ。はい。ということでね、自販機について今日はお話をしました。 これからも皆さんが日本に来る時に役立つようなトピックについてお話をできればと思っているのでぜひ応援をよろしくお願いしますリクエストもいつでも受け付けていますので何かあればコメント欄で教えてくださいではまた次の動画でお会いしましょう